ここで主催者である江戸胡蝶祭り実行委員会よりご挨拶をさせていただきます。はじめに江戸胡蝶祭り実行委員会会長、神田駅西口商店街振興組合理事長、秋山俊明よりご挨拶をさせていただきます。秋山会長、よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。今日、雨が降っていましたけれども、ちょうどいい具合に今、やんでいます。もうなんか運があるんじゃないかなというふうに考えております。まずはじめに、今回のイベントに関しまして、東京都の広域商店街支援事業に対してですね、ご尽力いただいた皆様に感謝申し上げます。本来2011年の3月12日開催予定でしたが、残念なことに3月11日の大震災がありまして、中止をなった次第でございます。またここで復活できるということは、関係皆様の対して感謝申し上げます。ほとんど今 MC の方が全部言ってしまったので、何を言ったらいいかなというのは非常に困っているんですけども、一つは千代田区と千代田区の神田地域とですね、日本橋地域というのは、もともとは先ほど MC の方も言われたように、徳川家康さんが慶長年間に江戸に来た時に一番初めに作った町です。ところがですね、下町の概念というのは本来城下町、城の下町というのが城下町が下町なわけですが、残念なことにどんどん下町というものが広がってしまったということは、だんだんこの東京の中心部である日本橋神田地域がですね、下町という概念から離れてしまったと。これは何とかしないといけないということで、日本橋北詰商店街の会長山本太斗様のご協力いただきまして、今回開催に向けつけたことに対しまして感謝申し上げます。もうすでに MC の方が全部言っちゃったわけですけども、一つは今日ですね、IOC の協会員の方が来日されました。ちょうどこのホテルにも泊まるんじゃないかというようなこともありますけども、一つは地元の盛り上がりを、この江戸胡蝶を通し、祭りを通しまして盛り上げていきたいというふうに考えています。なぜならですね、東京の中心はやっぱり中央通りを通した上野からですね、新橋の間の活気っていうのが一番大事じゃないかというふうに考えております。そのための一環として今回日本橋並びに神田と手を組む、これは行政区が違うということがですね、いかに一緒のイベントを組むことが大変かということでございます。今まで、そういったイベントは開催されることはございませんので、これをきっかけに日本橋と神田が仲良くですね、手を組んでお互いの街の振興のために、活動をしていこうじゃないかというような気分になっております。先ほど MC の方何とも言われちゃって何を言ったらいいかなということなんですけども、この期間はこのイベントは3月9日まで開催されます。一つは今回このオリンピック招致に向けたですね、日本橋におけるオリンピック招致活動を含めた開会式開催、それから9日まで、宝探しゲームを開催します。これは日本橋神田の名所を巡るイベントでございます。それから来週の月曜、火曜、水曜と橋回りのイベントがあります。これは神田地区におきまして、安治島、それから伊勢地盤の店の方がですね、腕を振って皆様のお迎えすると思います。ぜひ橋も歩くとですね、神田地域で体験していただければと思います。3月9日には子どもさん向けのイベントとしまして、職員体験とか昔の弁護場とかですね、弁護の遊びも行われます。並びに最終日にはプロジェクションマッピングといいまして、これは行うと必ずそこが曖昧になりまして中止になってしまうと、警察さんの方から中止の勧告が出てしまうというようなものなんですが、東京で初めてですね、開催することができます。ぜひ9日の日には今川中学校跡地にですね、11日から開催しますので、ご来場いただければと思います。最後にやはり東京の元気は日本橋と神田から、
オリンピック招致の暑い熱の本場所神田があるようでありませんか。また中央通りを活性化することによって一つ二つの地域にまたがった地域は一つとなって東京の発展のために尽くしていくことではないかと考えております。ぜひ皆様のご協力をいただきたいと思います。本日はお忙しい中誠にありがとうございました。これから心の中でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本橋北詰商店街会長山本大人よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。